ファントムハイブ家へようこそ。私、執事のセバスチャンと申します。当家にご滞在の間、お嬢様の身の回りのお世話をさせていただきます。何なりとお申し付けください。今、この部屋で見た私の姿は、忘れた方が身のためですよ。平凡な魂には興味がありませんが、あなたのために言っているのです。そう、それでいい。私は、あくまで、執事ですから。お嬢様、私は聞き分けのない人は嫌いですよ。こんなところまで来られては、迷惑だと申し上げているのですが。は？私が？あなたを？なぜ？私は、坊ちゃんの執事であった。あなたの執事ではない。お嬢様、もうお休みのお時間ですよ。眠れないのですか？仕方がありませんね。では、おそばにおりますよ。あなたが眠るまで。